じゃあ続けていきますと。病院ですな。ああ、そうだね。名前が違うね、そういえば。だから一番最初だからあれか。ああ、なるほどね。めちゃくちゃ顔怖い先生か。医師も減ったか。ああ。なるほどね。専門、精神科の先生って出てくんのかな？そういえば。彼女？あ、千鶴さん？違うかな？あ、そうなんだ。あ、彼女ってあれか。彼女は長年精神科の病棟に入院している。いや、どうなんだろう。文章からじゃ分からん。違った。ごめんなさい。新キャラでした。そうだよね。あの事件でアレになったのかと思ったけど、そんなことはないんだぜ。白崎さん、入りますよ。みちるってあれと同じだね。恋チョコの、あの子と一緒だ。個室か。なんだ？危険なのか？あ、白崎さん。綾波属性。この子が。マジか。調子はどうかしら？ていうか、この体験は長いですね。体の症状3回ぐらいで終わったと思うんだけど。話しかけられたこと、マジか。耳があれなのかな。ああ、そういうわけでもないのか。白崎さん、いつものウサギさんはどうしたの？むむ？あれだね、保育園の先生みたいな感じだな。おう。どうしたの？ほう。そうなのか。おい、事故かなんかだと思った。なるほど。体調はどう？具合が悪いとかはないかしら？あら、ほどけかけているわよ。大丈夫よ。ぬいぐるみ、お友達を取ったりしないから。ありがとう。ああ、そうなのか。両手についてたからどっちもなのかな。こんなに。精神科、斉藤先生かな。なんで2回行っちゃったんだろう。
あ、だからあれか、同じ部屋にいさせられないってそういうことか。かゆい？うん。あまり書いてはダメよ。いつまでも治らなくなっちゃうから。うん。そうだよね。うん。他にかゆいところはないかしら？どうして？おう？うん。何？あ、小春先生。どうしたのかしら？うん？ああ、マジか。超人とはとても言えない精神。なるほどね。斉藤先生か。うん。みちるちゃん、この子はどういうふうに関わってくるのかと。嫌な予感しかしねえこの色。うん。ああ、さっきのこの色やめようよ。ただいま。これかわいいな。メインヒロインなのかな、今回のこの子が。うん。冬美。冬美にユキコか。トウコ？違う。関係ないよね、さすがに。いや、ワンちゃん。うん。さてと。あ、ご飯作るのかな。ほう。うん。女子力高いわ。うん。これ意外とあれなんだよね。めんどくさいんだよね、やろうとすると。まあ普段ご飯作ってる人はまああれだろうけど。うん。ご飯を水で溶くときに洗剤で洗うっていうのがあったな、それ。なんだっけ、あ、キュアソードか。うん。マコピーだね、マコピー。すげえよな。うん。あ、そうなのか。すごい女子力高いと思ったのに。なんかでもなんだっけな、俺の友達が言ってたけど、なんか女子力を気にしてる女は女子力低いって言ってたけどね、なんとなくわかる気がする。うん。で、このなんかさ、この色やめようよ。別に死ぬわけじゃねえだろ、これから。で、出てきたばっかだぞ。しかも表紙の子だからな。うん。はあ。なるほど。俺も一緒だな。めちゃくちゃじっくり読むかんな、一冊の本。まあ漫画だけど。あ、お母さん。お米は準備したから。川澄さんに声似てるな。うん、ありがとう。ほ、え、お姉ちゃんでしょ。信用してないでしょ。
そんなことないわよ。ただ前にお米が粉々になっちゃってたこともあったしね。いや、可愛いんだが、むしろワンちゃん妹まである。若っ。だから気をつけたわよ。可愛い。結構あれなんだね、無口な感じだけど、あれな、家だとあれなんだね。はいはい、ありがとね。すごいな、なんかもっとあのおっとりした感じかと思ったけど、姉御肌な感じだね、このお母さん。うん。だって待って、こう、こんぐらいの年頃だと30後半から40前半とかでしょ、おそらく。ありえるのか。晩ご飯は何？舞茸買ってきたから炒め物にしようかなと思ってるんだけど。ほうほう。お前このスタイルが良すぎる。キノコ、キノコ嫌いなのか。嫌いなんだ。好き嫌いなく食べなきゃダメよ。母さんが子供の頃は食べたくても食べられなかったんだから。なるほど。でもそれにあなた、お肉だって食べないでしょ。あら、少しでも栄養のあるものを食べないと。あーね、そうだね、体壊しちゃいます。キノコに栄養なんてないもの。あら、何言ってるのよ。舞茸にはいろんな栄養素が含まれてるのよ。頭が良くなる栄養素だって。そうだ、来た、ジトメ。イノグレシリーズから増えたね、このジトメ。そんなのがあるの。そうなの。そう。言ってみただけかよ。うん、嘘ばっかり。可愛いな、このお母さん。いろんな栄養素が含まれているというのは本当よ。保育所勤めを舐めないでほしいわね。あ、保育園の先生やってんだ。あ、なんか合いそう。すっげえ人気ありそう。赤ちゃんはキノコ食べないし。あら、じゃあ母さんのおっぱい飲む。はあ、ありがとうございます。ちょっとじゃあ母さんのおっぱい飲む。じゃあ母さんのおっぱい飲む。うん、ごめんなさい、ちょっと暴走しちゃった。ください。そんなの飲んで育てられたわけじゃないし。そんなの、あー、繋がってないのか。じゃあもしかしたらワンちゃん瞳子のガチ母ありえるよね。あれ、あ、でも違うか、ガチ母は年上の同居人。じゃあ天ぷらにするから、さつまいもは食べるのよ。おお、お芋。芋もダメなの。そのくらいは食べなさいって。完全にベジタリアンなのか。ベジタリアンの葉っぱ系なのかな。お母さんかわいい。うん、上野か。週5とかどうしてんだろうね。うん、お、おい、マジか。冬文さんじゃないか。トジさん、お久しぶりっす。おお、あー、あのかんざし超似合ってたからね。あれか。うお、かっこいい。めっちゃすっきりしとるがや。おお、集合のところに来たの。違うか、仕事か。うん、例えば、まあいいや。うん、人相書き。うん、教団ってことはあれか、
いやどうなんだろう、わかんないけど、え、カルタグラの時のあれ、うん、うん、なるほど、死の腕の幹部だもんね。さて、やべえ、当時さん超久しぶり、前作いなかったからね。あ、いやでもあれ井上にはいたね、当時さんのあれは良かったわ、割烹着は良かったわ、たこ焼き以外親父涙目。何分ぐらい今、まだできんな。お、戻ってきたね。うん。ふんふんふん。ああ。うん、ほう、ん、解雇、あらあら、あーなるほどね、まあなー、うん、なるほど。うん。逃げ続けていた。ああ。だろうな。なるほど。ん、これなんて読むんだ、向かうのはラーレタ、わかんねえ、あーまあそうだろうね、うん、むむむむ、はい、目立つ、うん、あー、なんという、うん、おー、うん、ほうほう、井の頭公園も久しぶりだね、久しぶりばっかだな本当に、実際なんかでも他に言葉が、うん、夜雪、雪だよな、まあ桜じゃねえよな、どう見ても11月12月か、うん、今飛ばしちゃった、うん、うん。あはは。うん。な、結構有名な名シーンだよね。マジか。うん。マジかよ。